日本のゴミ収集車が臭くない理由。中国メディア、2016年11月29日、声明時報は、日本のゴミ収集車は良い匂いがする、と題する記事を掲載した。日本の街の清潔さがたびたび話題に上る中国。記事は、ゴミ収集車といえば汚くて臭いという印象を抱く人がほとんどだが、日本のゴミ収集車は普通の車と同じで綺麗。それだけでなく、一切の悪臭がしない上に良い香りまでする、としている記事は、日本の地方自治体では、ゴミ収集車の洗車を頻繁に行うよう決められていて、汚物や異臭が残ったままで街中に出ることが禁止されている、と説明。実際に記者が取材した内容をもとに、ゴミ収集車が工場に戻ると、12人の作業員が高圧洗浄機で表面を徹底的に洗浄する。そして、防臭にはある、秘密、があった。ゴミ収集車に入れられたゴミは圧縮され、1台につき大体 1.5 トンのゴミを積むことができるのだが、生活ゴミの水分が流れ出るの。このほか、複数の会社が共同で、バキュームカー、用にチョコレートの香りのする潤滑油を開発したことや、建築現場でネットやカバーをかけることで安全を確保しつつ、粉塵や建材による異臭を抑えていることに触れた。記事は、こうした背景には、トイレなど汚れやすい場所であればあるほど、新つなぎさにこだわるという、日本人の伝統的な観念、がある、と指摘している。